ボートレース気流の G3、オールレディース第57回日韓スポーツ杯は16日、予選3日目が行われた。地元の松本昭恵、37イコール群馬、は2日目まで3、2、2着と堅実な気取人。3日目は 6R の引線をしっかりものにすると、11R では5コースからまくりを決めて連勝。得点率2位タイに浮上して予選最終日に臨む。 伸びは良さそう、スリットからの足もいいですと仕上がりも上々。何よりも当地の G3 オールレディースは2015年12月、2016年10月、2019年10月、2020年7月、2023年8月と 5V を誇る。仕上がり、大会相性に加えて3日目連勝で勢いづいてきたとなれば、このまま一気に V ロードを突っ走る可能性も十分だ。